はい始まりました始まりましたウェブラジオ人生思考がかい,いやってみましょう最初 <laughs> と最後のなんかテンションの違いが面白かったノ変化球を、ね、やりましょう、うん、はい投げました投げましたね、はい、司会は誰ですか司会はエスパードリーム荒キと、えー、最近「モー」のいちご味食べてる中野と先日 回帰ファイル怖すぎを見始めたピエリー手塚がやっていきましょうやっていきましょう偉いと言いながら見せてるのはね俺一緒だって俺の言うこと聞いて偉いじゃん教育ママで怖すぎについて語ってくれってお便りもね実は来てるんでまあいいねちょうどいいタイミングを見てねあのやるかもしれないやらないかもしれないうん えー、今日喋るお便りはねまあサムネにも出てるんですけどまたちょっと別のことなんでえー、っとその前にあれかえー、っと来月のね半ばぐらいにあるその阿佐ヶ谷リアルこい第2回のねそれのついてのあれなんですけど、うんえー、お便りが来てるんでちょっと喋りますね匿名、えー、さんから。 えー、こんにちは人のファンのものです阿佐ヶ谷でやるリアル人志考イベント参加します完売する前にと急いで申し込んだのですが今になって1人参加することが少し不安になってきました<ら>前回のイベントでは1人参加の方は結構いらっしゃいましたかくだらない質問して申し訳ありません前回のイベントはどんな様子で進んだのか教えていただけませんでしょうか初めてのイベント参加なので不安はありますが皆様のお話やグッズ販売等本当に楽しみにしております暑い日が続きますので、はい、皆様お体にお気をつけてお過ごしくださいというこれが1ヶ月前にね届いているお便りなんですけどありがとうございます うん、でもねこれ一言言言うとそんなの分かんねえとしか言いようがないっていうね 1> 1人参加なのかどうかは俺たちも知らないよ、ねうん、そうそうそう俺たちからその客席を見ても分かんないからねそのなんかねうん、うん、でもねその言うたらこれさウェブラジオですよウェブラジオって一人で聞くもんじゃんだから一人の参加者が多いはずですよ普通になのかな、うん、友達誘っていくようなもんじゃないでしょこれだって多分ねうーんまあ一人でも二人でも別にね うんうん、何か困るわけないと思うけど。で前回のイベントの様子を、ね、教えていただけないかっていうことの、うん、そういう声が Twitter とかでもねあってリアル囲いの第1回のアーカイブの動画を販売しようかっていうね話がありまして。でも別に ねえいつでも見れるようにしといてもしょうがないんでやっぱ期間限定で見れるように販売でってことになると思うんでとりあえず今10月いっぱいっていうことでね考えてます、うん、10月いっから、うんえー、っと10月は終わりなんだ10月は31日です31日だから31日間だよねそういうことです、うん、で10月の半ばにリアル囲い第2回があるから、うん、それに備えて第1回を見たことないよって人はそれを見てもいいし うん、まあ見たけどもう一度カメラの視点であの熱狂をもう一度っていう人はおさらいで見てもいいしまあ第1回にも第2回にも現地には行かないけどっていう人も見てもいいし、うん、もう、うん、ねそうだね、うん、散歩よしって感じでね大人も子供もお姉さんもね見てほしいということで <laughs> その通り。うり、ん、でまあえっ、ー、といくらなのかとかどこでお金をどう払えば見れるのかとかはちょっと俺もまだ把握してないんで、うん、また後日あの公式の方で連絡します はいはい、それをまず業務連絡ということで。 はい,はいありがとうございます、えー、じゃあお便りの方いきます、えー、中野さらばきさん手塚さんこんにちは毎週楽しく聞いてますしこ名は匿名希望です、えー、私はパワーストーンや占いなどいわゆるスピリチュアルと呼ばれるようなジャンルのものが結構好きな人間ですもちろん100%の飲みにしているわけではありませんしあくまで少し前向きになるための一つの指針として趣味として楽しんでいます、えーうん、ですが最近友人からお前はスピリすぎていると言われて衝撃を受けました<っ>その友人は子供に予防接種を受けさせないようなタイプの親族が身近にいることもあり比較的なことがとにかく嫌いなんだそうです えー、例えば身近な親族が亡くなった直後に何か印象的な出来事があればちょっと因果関係を考えてしまうくらいの感覚はみんな持っているんじゃないかと私は考えているしの,の知らせみたいなねそうだね、うん、友人はそういったことにも強い危機感を覚えていると語っていましたー、えー、実際にスピった人間による被害の実例を見てきた経験があれば仕方ないですし彼女の感性を否定する気はありませんしかし、うん、パワーストーンレベルのことであれば結構みんな受け入れてるんじゃないのと思っていたので一般的な感覚が分からなくなってしまいました私はスピっているヤバい人間なのでしょうか もしかして今人種子の皆さんもやばいつからメッセージが来たと聞いているのかもっと考えると気が気でありません。自分は例えば大きな病気を患っている人に非科学的な治療法を進めたりするような行為は吐き気を催す邪悪だと思っていますし、そこには自分なりの線引きがあるつもりです。ですがその線引きを明確に説明しろと言われると結構難しいなぁとも思ってしまいました。皆さんはいわゆるスピッテルと言われるような霊的なこと、超常的なことってどれくらい信じていますかこれは朝のニュースのせざるいをなんとなく信じる、自己物件に住むのは嫌だなと思う、お守りを持つレベルの日常的なことも含めるとしてください。 この話題を取り上げることで人種効果やばいラジオだと思われたらどうしようという一抹の不安を感じつつも皆さんの率直なご意見を聞けたら嬉しいですどうぞよろしくお願いしますということでありがとうございますありがとうございますいやこれさあのー、いい質問だなって思うよねそのまあなんかなんだろう人間ってそういうそのさ人間ってちょっと広く言い過ぎたかもしれないけどさ なんだろう、そういう思い込みというか迷信というかさ、うん、<laughs> めっちゃジョボジョボ聞こえんじゃねえか <laughs>、うん、マイナスイオン出てるねこれ今、うんうん、スピリチュアルなこと言わせてもらうと、うんうん、でそのねマイナスイオン出てるところ申し訳ないんだけどねその、うん、そういう迷信とかをどこまで排除できるのかっていうか排除してる気分だと思うんだけどさなんかなんだろうそういうのって排除しきれないよね正直人間生きててさそういう。うん なんか何の道徳も指針もなく生きることなんて不可能なんだからさうんそれはどこかしらで何かしらの思い込みだとかさそういう不調みたいなのをさ頼りに生きてるんだと俺は思う。でもそのなんか例えばそのまあすごいそのスピリチュアルでもうこりごりだよみたいなことが起きた人にとってはそういうのに敏感になりたいと思うっていうのはさそれもまあ普通,普通だなって思うというかねそ。 君危ういよっていうので、うん、スピーすぎだろっていうのは、うん、まあまあそういうちょっとなんかまあ強いこ、うん、強い言葉なのか強い言葉じゃないのか分かんないけどまあちょっとあのはみ出た感じにねそのなったなっていう気するけどその指摘がうんそうだね、うん、だからまあ別にもパワーストーンは全然信じてないけどそのオカルトの中でもパワーストーンは結構信じてない方だなって思ったけどうん なんかそういうそのなんかさいわくつき物件とかさなんかそういうのとかはさなんかなんかあんのかなとかそういう怖さとかさんか夜の学校怖えとかさま、人並みに思いますよ私も自殺したんですよって言われたら怖えって思うし普通にねえ残幣残幣って思うよねやっぱね残幣はね逆説的に気にすんなって話になってたけどさその。 そ,のね、そういういわくみたいなのってさ歴史をたどりまくればそのさあの地球全土がいわくつきだからそのあんまり気にしない方がいいんじゃないみたいな,感じなた、うん。どこだって人ぐらい死んでるよみたいな話になるから、ね、そう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 、うんそ,まあ、そう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 そさうんそういうそういうのに対するさ。うん あの、拒否感みたいなものと、うん、このスピってる人に対する拒否感ってちょっと違う気もしててなんかキリスト教のクリスチャンでとかだったらさ、うん、別にそうなんだって思うだけだと思うんだよね、うん、なんか別に非科学的だろうけど、うん、なんか嫌だとかそんな思わないんじゃないかっていう気がしてて、うん、なんかもうちょっと。 なんあのー、その思想が何回試されたかみたいな,なそうそう,そう,そう信仰神教っぽいのとかだと多分何回硬い石にぶつけられて生き残ってきた思想なのっていう、うんあのー、疑惑はあるよねその信仰宗教の、うん、怪しいなって思っちゃうみたいなうさんくさ、まあ、キリスト教はそういうさなんかキリスト教を疑うやつとさ、まあ、2000年のね戦いがあったわけじゃないですか。うん 仏教とかもねそういうい感じさその仏教っていう思想に対するアンチがさ、うん、そのこんなんクソだぜって言ってるさ、うん、数千年だよね仏教の場合は4,000年とかぐらいなのかな、うんうん、戦ってきてさそんぐらい強いのそのあれはっていうねパワーストーンはみたいなところは確かにあるのかもしれないね。だからなんかそのとりあえずそのキリスト教はまあめちゃめちゃその。 資金石をねくぐり抜けてるからまあ、見逃してやってもええかなみたいな気持ちになるっていうのはあるなんかそのパワーストーンもキリスト教もそうだし、うん、さっきアラバキさんも言っちゃったと思うけどそういうオカルトって言わなくても形のないものとか、うん、何らかの道徳とか、うんうん、そういうものをみんな内面化してるじゃん何ら 何らかかのっていいうことじゃないですか、ね、別に科学に基づいたことじゃなくてもなんとなくやめた方がいいっていう道徳感みたいなものとかはあってだからそういうものを完全に逃れられる人とか逃れてる人っていうのはいないんじゃないのっていうことはそうだねって思うし、うん、なんか、うんうん、そこでどこに人が線引きかっていうのは確かによくわからない話ですよねなんか明確に。まあその まあ塩梅になっちゃうよねその人のさなんか、うん、個々人のさ、うん、何かがあるとかそういう話だうっていう、うんうん、好きですけどね俺自身はすごくそのそういうことうあのただ好きっていうのは野じ馬的なとかなんかフィクションを楽しむ感覚と近いっていうか、うん、なんだろう、うん、なんか面白半分で首突っ込んでる感覚だからなんか、うん あの好きと一口で言ってもその好きのタイプが結構違う人もいるだろうなとは思うそういうんかマジで信じて手を合わせて拝んでるわけじゃないっていうか、うん、なんか、うん、実に興味深いみたいなガリレオ的なそういう人の心ないタイプのさ <laughs>、うん、そういうあれだから、うんうん、俺だってトイレに今置いてあるオカルト海事典ですからねまあだからムー的なさ楽しみ方じゃないですかそうそうそうムーの地球の歩き方とかもね、うん、ね、うん、本棚に入ってたりとかそうそう,そう、うん USOJAPAN とかさか、うんうん、匿名 X 匿名リサーチ 2000X かとか見たりとかやっぱ世代のもんあったんだろうけどそういうのやっぱ好きで見てたからピラミッドワーとかやっぱ好きだよ今だと信じられないかもしれないけどあの90年代オウム事件が起きる前まではね、うん、結構オカルトっていうのって日本のメインストリームだったんだよねそ、うん、その、えー、っとなんだろううういう 昼真っ昼間には絶対怖い話、夏にはやってたし、うん、そのなんか UFO とか出たりとか、なんかちょっとわかんないものがあったらゴールデンでやったりとかね、うん、そういうのは結構、うん、まあポピュラーな趣味だったっていうのがあって、うん、で、まあ、その、まあ、まあ、信仰宗教がね、カルトキ宗教が出てきて、そのめちゃめちゃやばいことになったから、ちょっとそういうの辞職しようかっていう感じになって、今の状況に落ち着いたっていうことでね、うんうん、昔はもっとなんか身近だったっていうところがあったよね。うんうん 手塚さんは世代的な今の話とか、まあ、それ踏まえて個人的にどうだとかってありますこういうオカルト系の。ああ、どうですかね。でまあ僕も、僕はオカルト大好きです。うんうん、なんで、なんか青森県にあるキリストの墓とかも行ってますし。それは逆イザーロって逆。<laughs> <laughs> 信じてないから言ってるだろう、ニコニコニコしながらね、うんそう。大好きだから、でも全く信じてないっていう気持ちと、あとさっき言った、怖すぎが見れな怖くて見れなかったから、オッチパーティー開いてってるっていう。一番オカルトを信じてる人がむかつく言葉出たなと思って、でもなんか怖,怖いんですよ、なんかその信じてないけど怖いなってい。お化け屋敷として言ってるってことでしょ。うん、<laughs> 青森ののキリストの墓が 好きですよってっ例えば幽霊,が出てくる幽霊なんて存在は全く信じてないですけど夜中なんか会社から帰るとき昔ながら会社から家に歩いて帰ってくる途中で墓を突っ切るとショートカットできるんですけどなんか夜に墓の中歩いてるとやっぱちょっと早足になるんですよね。っていうようななんかそのやっぱ根源的に何かそういうふうなことを感じてしまう感覚はあるなっていうところっていうのは意識してるっていう。 感じとあとまあなんかそのスピリチュアル的なところで言うと僕はそれは結構ハックとしてなんですかね、うん、その自分の中に逃げてやっぱその勝手に因果関係を結んじゃって、うん、これとこれがつながってるって思うと楽しくなるみたいなそうだ、ね、機能があるんで、うん、それを楽しむためにわざとやってるのはありますよね、うん、例えば運運,運を操作するみたいなこと、うん、マラジャン打ってる時にこうすると運が上がるみたいなことをわざとやって、うん、なんか結果がどうなるかみたいな感じの遊び方をするみたいな。うんうんうん こととか <laughs> あと、実際問題うらなんかその占いとかもそのやっぱ人間が判断できることってあの限界があるし、見える範囲って限界があるんで、なんかやっぱどっかで見えないことに対して、えいやってけっ決断しないといけないタイミングがあるときに、やっぱそこを少し楽にするために占いをすな,なんか、そういうのはなんかあると思うんですよね。そのそのんななに害がないレベルで結構そのさ、羽生さんとか一郎さんとかが行ったりするのでさ、さ毎食そう毎食カレーをするのは、うん。 人間が1日できる選択っていうのは、あまり多くないというか、数が決まってるから、あえて選択しないところを作るとかね、そういう話があったりして、理想像ね、使わないようにね。それって、占いとかでもありえるなと思うんだよね、ここはもう考えないで、占い通りにするとか、ランダムにしていいところとかはね考えるところと考えなくていいところを分けるために、占いを生活の知恵として利用するみたいなことっていうのはあるかなっていう。 まあそれでなんか変に誘導されてしまうみたいなのもあるかもしれない。そう,そうそうそう、そういうのをハックする悪人がいるっていうのはあるう、まあ、そうそうそう、気をつけないといけないですけどね。今ちょっと全然関係ないんですけど、それ最近なんかね、朝の電車が一番ネームが進むっていうことが分かって。おなんかそれ、それがなんかやっぱり決断できる数が限られてるから、夜だとも決断できないんじゃないかなって朝のね。 潤沢にあるタイミングにあのネームをやってしまった方が夜に疲れ果ててからやるよう、うん、アニメとか見たり漫画とか読んだりすることもできるなゲームもできるしって思ったりする中で、うん、ネームができたネームがどれだけのもんなんじゃいというね何もない状況で作るのが一番。 いろんなまあなんかいろんなその、そういうのってやっぱり人間が完全に自由にならないんで、うん、まあどこまでどう付き合うかみたいなことっていうのをまあバランス考えてやるみたいな感じですかね、うん、だから全部一切拒否するっていうのも、なんかそれはそれでなんか、もしれない拒否できると思い込んでいるだけで拒否はできてないよねみたいな、うん、だからなんかあのやっぱメタ視点になって、自分を観察してるつもりになってさ、うんうん、付き合うしかないですよね、そういうスピケ、ね、の話とはね。 他人を許せなくなってしまうとかっていうのはやっぱっと害があったりするんでその人はその人なりにそれにすがるっていうことに意味があるんだなっていうところをまずはベースにそれで迷惑だったら迷惑のよう,うに扱えばいいと思うんですけどまあなんかそういうのはあるよなっていうのは思います、うんうんまあでもなんかそういうことのさそういうことを感化した土壌の上にそのさあの非科学医療とかにさハマ、うん、ってしまったりするとかも結構あるかもしれないから。 それでなんかか怖いとかはねあったりするその辺もなんかまあ難しいんですね。<う>実際に本当に病気になった人とかが、それでちょっとでも気が楽になるんであればやったらいいんじゃないの、ね、って思う時もありますよ。うん、なんか財産を全て奪われるとかでなければ。 何もせずにんかごいやるよりもちょっとでもそれで心が楽になるんだったら別にその神様拝んだっていいしんかいい加減なビタミン C 点滴みたいなやってもいいと思いますしいい加減なビタミン C 点滴はさよくないだろう。の奪ってんいやいやいや大した大した額じゃないから大した額じゃないわそれは個々人の考えだろビタミン C に1万円取られてたらさそのんか貧乏人だったらそれはやっぱり俺たちが今健康な肉体でそういうマジ できるる環境だから言えっていうことが結局なんか今もししにくく何もできないって思ってる人がいた時にその人に対してちょっと金がもったいないからお前何もするなって怒ることがどれほどその人に対して得いなんだろうねそりゃそうだよそりゃそうだけどもったいなくないもんかその人にとっては死ぬんだから好きなようにしたらいいじゃないかって思うわけそうだけどさ衛生医療でさお金踏んだくられるのとさまあそれでいっぱいいろんな人が騙されていくのはねそれはよくないですだしさ これぐらいのさケチな金だったら盗んでいいだろ病人からとかさ思われたらさ許せねってそれは多分あのう立場によって言うべき言葉があるってことだと思うんですよね。それは寄り添うべきなのはそれをすがるほどになんかその不安になってるだとかなんかこれが満たされなくなってしまっている人たちに対してた寄り添うことが重要なんであって大体以上に幅まるのはバカだみたいなこという話は。 違うだなっぱりそういう寄り添いのふりしてふりっていうかなんだろうなお金をたくさん搾取する目的でねやってる人たちもいると思うからそういうのはよくないでしょっていうふうにそういう何ら当事者でもないというか今健康な肉体だから言える荒牧さんや俺や手塚さんみたいな人がよくないよねっていうのももちろん大事なことだと思うしね。大事だと思いますよ。両方必要だと思います犯罪を憎む 心とその被害者に寄り添う心っていうのは両立すべきだと思いますっていうことでねまぁまぁ、あ、実際ムカつきますけどねなんかそのあの、うん、病気になってる時になんか宗教の人がやってきてこれをこれを鍵、ね、つけたかのようにやって鍵、ねうん、つけたかのようにとかねでも例えばうちのお父さん、うん、お母さんとかまあ誰でもいいんですけど、うん、そういう家族とか友達とかがさもう、うん、そういう治る見込みがほぼないみたいなところでそういう、うんうん まあ藁にもすがることでさお金を払ってってなってたらやっぱやめさせらんない気もしますしねなんかそんな止めらんないよね,ねでもだからこそそれはその別の人に委託したいなって思うその,その当事者になったら言えないじゃん,そのんかわいそうだけどさう だからそういう時はさ、でも、当事者じゃない人が言うことに価値があると、俺は思ってるそういうものが最終的に殲滅されてさ、の何にもすがるものがないっていう、まあすがるものだから宗教とかにお百度参りみたいなものに行くわけじゃ度参りとか。百度参りだって似たようなもんだろ、別に。金じゃなくて健康を害してる。あのお百度参りでさ、儲かる人なんていないから。いや、儲かる人はいないけど、死ぬ人はいるだろ、う。百度参りで。いや、そうかもしれないけどさ、そりゃそうだけど。 でもなんかやっぱり日本人がその明確な宗教を信仰していないからその心を病みやすいみたいなのもやっぱりあるのかなっていう気がする考えなくていいことを考えすぎちゃうみたいなこと,とそうだね。そう考えたら答えが出ないことはなんか考えないようにするためにそこに宗教をとりあえず置いておいてなんか考えないように安心するっていうことだってなんか別に悪いこととは思わない,い、ね、結構もうすごい優れたシステムだなと思いますよ単純に。うんうん、俺ももだからそのさうううこういう あの国に生まれてこういう育ち方しちゃったからさ、うん、おいそれと信じることはちょっと難しいけど、うんうん、信じられるなら信じたいなって思いますからね、普通に。そうした方が楽になること多いだろうなというね、うんううん。そう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 、だから急にキリスト教にさ、うん、なんかその,、うん、あの典型みたいな受けてさ、うん、おお、なるぞってなったら幸せだなって思いますよ、普通に。うん、そうなんか僕なんか結構やっぱりそのし特定の宗教を信仰しはしてないんですけど、自分の中に信仰っていうのはいくつかあって。 例えば、その信仰ってどういうことかっていうと、トートロジーなんですよね。なんか、信じるために信じる、これは正しいから正しいんだって思ってることがいくつかあるんで、うん、まあそういうのがあることによって、その楽をしてというか、考えすぎない縁というかね、命は平等だとかってことですよね、例えば。そう,ね、そ,うそうそうそう。なんか、うん、まあどんな人でも平等だっていうのは僕の信仰の一つで。うんうんうん なんかそういって別に根拠ないわけじゃないですか。すね、なんかやっぱりすげえ悪人とすげえいい人だったらいい人の方が価値があるって思っちゃうかもしれないけど、うん、でも自分の中ではその人は全て平等だっていうところをまず置くことによって全ての物事の判断を整理してるっていうところ。そうですね。うん、んで、まあそういったもう信仰とか持つっていうのは別に僕はそんなに悪いことではないと思ってて、ただなんかやっぱりそれによってなんかその被害はあったりするっていうのはあるから、まあ何を信じるのかっていうのは自分の決定をせざるを得ないかなっていう感じ。 金は命より重いっていうものを信じてる人とかによってもしかしたらね世の中が世の中が悪くなってるかもしれないしとかねわかんないすよねまあなんかねやっぱそういうのってありますよ普通に。そういう社会規範みたいなものとか社会通念みたいなものはやっぱ時代とかによって変わってきてるしここ数年でもねどんどん変わってるなって思うからんかうん。 マージャンとかでか1回裏めったら全突っするっていう全然わからないか捨てたやつをもう一回引いてきたときにそれをもう一回手に中に入れるかみたいなああなるほどね捨てたいらないって言って捨てたものなのにまた来たいらないって捨てたものたらもう一回引いてきたらそれは絶対捨てるって決めてるみたいな自分の中でなんかそのぶれてしまうからなんかタッチした計算がぶれてしまうからみたいなのがあって自分の中でそうしちゃうんですけどでもそれを こ,れこういうふうに言って人に知られてしまうとこいつ2枚捨てたっていうことはみたいなまあまあでも <laughs> でも一 <laughs>、うん、回捨てた範囲にはペナルティーがあの起きるから全、うん、突破で捨てるのはあのまあ一つの。 理だとは思いますけどね、そのマージャンの場合はね。考えないですとかね、まああるけど、なんかやっぱなんかそういう、自分の中でやっぱルールにしておくと考えなくて済むから楽ってなって、ただ、ルールになってればなってるほど他人に利用されやすくもなるっていうのは当然あるみたいなね、そういうのマイルールは明かすなってことですね、実は。 次のテレビに行きます。ツイッタールールとかありますからね。ツイッタールールありますよね。人をフォローするルールとかもあります。制約と制約があるからね。僕はちなみにコミュニティアとかに来てフォローしてくださいって言ったらフォローしますけど、意外とみんな言わない意外と自分のなんかアカウントフォローしてくださいとは言わないから、ならないです。すごいな、マジで。 進行によってなんか訳わからないね、フォローすることにもなりかねないからね。<う>まあでも、リムーブ条件とか、ミュート条件、<laughs> ブロック条件はまた別個にあるから。そうそう、でもまあフォローすることが幸せかどうかわかんないですね、うん、僕はミュートするかもしれない。そう,そうそう、そうミューンチされたことによってね、もう嫌われるかもしれないから。確かに うん、じゃあ次のお便りいきます。はい、ええー、人種コネームミリーさんから。中野さらばきさん、手ずかさん、こんにちは。いつも楽しく聞いています。毎日殺人的な暑さですが、お互い体調には気をつけていきましょう。ええー、前回のピクシブの思い出というテーマ、とても面白かったです。まあこれ前回じゃなくてね、お便りのあれなんですけど。まあええー、テーマの同行者さんはお若い方のようですが、<laughs> そうか、今の若い子にとってピクシブってそういう立ち位置なんだと、なんだかしみじみしてしまいました。今回皆さんに合わせて語っていただきたいテーマが、ニコニコ動画の思い出です。 え自分の体感ですが、えー、0年代後半から10年代初頭くらいまでは、オタクにとって一番面白いもの、一番流行っているものは全てニコニコ動画にあるという印象でした。流行りのボカロ曲は絶対にカラオケで歌っていましたし、MMD、ミクミクダンスかなミクミクダンスが盛り上がる前の、 気合の入った手書きマットの文化も大好きでした手耳の空耳に笑いころけたこととか東方がめちゃくちゃ流行ってたなとか L 社代が発売前にあんなに盛り上がったこととか今になって振り返るとカオスだったなと思いますちょうど年代的にもお宅の私にとってはなんだか青春という感覚がありますあの頃はドラマなどでもインターネットの声の表現としてニコニコ動画のコメントが流れるような演出がスタンダードでしたよねそれだけネットの中でも大きな存在だった気がします、うん 一方でコンテンツのほとんどが著作権という感覚が抜け落ちたものだったり同性愛を笑いのにするネタがメインストリームだったりと今になって振り返るとあまり褒められたものじゃない風潮もたくさんあったように思います、うん、今年の4月にニコニコ動画では定番ネタだった某ゲイエロ漫画をアニメ化するという告知が流れてきてうわあ<ー>このノリを2023年に持ってくるなよとドン引きしてしまった自分に驚いたものですなかなかと自分語りはすみません皆さんニコニコ動画に思い出ありますかよかったらそれぞれの支援で語っていただけたら嬉しいですどうぞよろしくお願いしますということでありがとうございます だいたいそうだねって感じですけどねこのお,お便りは。なんかでも俺はやっぱニコニコ動画が俺の居場所だって感覚はそんなになくて、うん、あのまあ逆張り精神といえばそれまでかもしれないけどなんかその面白フラッシュ倉庫とかもやっぱバカが見るものって思ってたんですよね小学生、うん、中学生ぐらいだったんですけど。その それと同じ延長線上でやっぱニコニコ動画もバカが見るものみたいな気持ちがあったから、でも見てはいたんですよ、ニコニコ動画は。その、あの、見てはいたんだけど、でも、例えば、えー、ごっすんごっすんごっすんくきとか、フルで見たことない、再生したことないし、おすごいあの、なんだ、なんだっけ、なんか、ドーマンセーマンみたいなのもあるじゃないですか、なんか、なんだっけ。ああ最初のあの、あれですね、レッツゴ音苗字。そう、レッツゴ音苗字。もう見たことないし、 なんか避けてたそのニコニコ動画の定番みたいなものは意図的にそうやって見てないうん、うん、なるほどねうんいやーまあその目に入るものは見てたって感じだけど、うん、確かにニコニコ動画を半ば避けるみたいなムーブっていうのは俺もしてたかなうん、うん、なんかなんかねコメントが目に入るってさやっぱりそのなんか 人の感情がどん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 入ってくるというかさ、うん、そういうのがちょっとなんか最初は受け付けなかったところもあるなぁと思ったりし,<ー>したのとあとなんかそのちょっと受けようとしてる人をいっぱい見るのが辛いなって思ったのがあったな一番最初は。えー、なんかお俺おもろいやろっていうその顔を見たくないというねそのなんか、うん、名無しの人のさそのなんかコメントでのその、うん、それがね結構最初は辛かった。 そういう思い出があったかな。ぎょっとしますよね。ビジュアルがそういう動画の上に、これもよく言われる事だけど、<ー>コンテンツよりもコミュニケーションの方が優先されているっていう事は言うじゃん。だから、うんうん、そういうコミュニケーションがわってコンテンツの上にかぶさってくる様子を見てぎょっとするっていう感覚はわかるなって気がするけど、うんうん。だからそのぎょっとの感覚がさ、その未だに感じるそのすべてのスマブラ族に捧げるとか、未だにそのこすってしまうけど、うんうん、その。 皆さんごきいつくださいとかさ <laughs>、ね、国家斉唱みたいなのとかはもうそこのね俺のぎょっとしたところが全て詰まってると思ってるからさいま、うん、だに言葉が出てきて2チャンネルとかの、うん、そういう匿名掲示板からの流れなんじゃないの、うん、なんかそうだけどそれがそのさ全力で潰すぞみたいな全力でさ全力で来るくるわけじゃんその画面からさそうだ走ってくる肩組んでくるわけだよみんなそう全力で潰すぞはさなんかやっぱりそのなん 二ちゃんって便所の落書き感っていうのがねやっぱ強かったわけじゃないですか言ってたねそういう風に言ってたっていうか、ね、そ,ういううそうそうそういうなんか例えばこっちが見に行かない限りその二ちゃんの,あのスレとかレスとかはその反応しないわけだけど、うん、そのニコニコ動画はそうじゃないよねやっぱりまあコンテンツを見に行くとセットでね、うん、出てくるみたいなセットでそうこっちに向かってくるよねコメントがっていうのがあるから、うんうん、いう感じかな、うん 手塚さんはニコニコ動画は世代的に大学生って感じですかでそう、いや、僕、働き始めてからですね、うん、ニコニコ動画始まったんで、結構見てましたけど、うん、でもやっぱり、そんなに、あのー、文化にはハマってないっていう感じですかね。うん、なんか、あのー、ニコニコから生まれたなんとかみたいなのにそんなにハマってる感じはないんですけど、うん、でまあ、その匿名のうぞうむぞうっていうのが、なんか盛り上がってる感を出すみたいなこととか、なんか結構やっぱニコニコ動画見て、なんかその、 コメントがなかったらあんまり見てられないようなやつとかっていうのが、そのコメントがあることによって見れるっていうことについてはすごくよく考えた。確かに。感じはあって、なんかコメントがあった方がなんか面白く見れるなって思った時があったんで、うん、なんかやっぱりなんかその、そのそ、結構その思うことはいっぱいありましたね。なんかその今までだったら、一人だったら見えなかったものっていうのをいろんな人がコメントしてるのを見聞いてる状態だと見れるから、 なんかそういう楽しみ方があるんだなっていうか、インターネットの面白さってそこに一つあるんだなっていう感じのことは思います。そう,、ね、うか。そうまあ、そう極進化でもねニチャ、ニコニコ動画を再現したような演出を入れたりとか、そうですね。まあ、<は>あれはニャドメロさんからのパクリなんですけど。<laughs> まあ、あれだね、孫引きというかね。<laughs> そう。うんです。まあ、あれもやっぱりなんかその文字が入ることによって、なんかその、 あれは時短のためにやったのはあるんですけど、ページ数を削減するためになんですけど、うん、なんかそのキャラクターがセリフを言って、それに対してツッコミを入れるっていうのを、一つのコマン中の画面、一つのコマンの中だけで全て完結させるように展開できるから、すごい情報量を増やせるんですよね。うんうん、読んでも読まなくてもいいツッコミとか、その分かっても分かんなくてもいい言葉とかっていうのがあることによって、なんかその独特の感覚が出てくるっていうのは面白いなと思ってます、うん、確かに。おー なんかと思ったのはなんかそのニコニコどうかとか見て思ったのはなんか人間なんかその自分がギリギリ処理できるぐらいの情報を与えられると夢中になれるんだなっていうのすごい思ったああそれはすごい毎回思いますねなんか、うん、自分がギリギリテーマを理解できるものが一番その、うん、好きなものになりがちというかねそうそうそう、うん、だからちょっと文字も,もなんかすべてをきっちんと追えないぐらいの速度で流れてると一番ちょうどいいみたいな、うんうん、そうだねうん あったりするんで、なんかそれをなんか映像だけだと得られないものっていうのを文字が同時に流れることによってあの楽しめるようになったりするっていうのはあるから、ね、なんかそういうのは例えば漫画の演出とかでも意識するというか、そうだね。画面上の情報量をある程度増やして人の目を引くようにしないといけないみたいなことっていうのはそういう応用の仕方をしたりしてます。なんか四条半身話体験ってアニメがあるけど、あれもめちゃくちゃ字の分を声優さんがモノローグでベラ,ベラ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 って早口で喋るんだけど、あれもなんかやっぱ,やっぱ、うん こんなに早口でたくさんセルフしゃべるアニメって見たことないなって当時の俺思ってたからなんかそれ自体がね、うん、なんか聞き逃さないようにじゃないけどその情報を処理することに目一杯でもう画面から目が離せなくなってるみたいな感じの良さがあったなって思うしあとはなんかその、うん、あのこれ コメントがなかったら見れたもんじゃないなみたいな動画がコメントがあると見れるようになるっていうのは確かにその通りって思うんだけどなんか逆にあの大事なものほどコメントを切ってみたくなるっていう感覚もあったよなって思っててそのうんなんかやっぱり 人の声がノイズにしかならないって思っちゃう時とか作品と自分みたいな感じになりたいって時とかがあったりとかあとはニコニコ星画ってものもその後に出たじゃないですか、うん、動画の結構後に出てきたと思うんですけどそれで、うん、まあ今もあって漫画とかもありますけどそこでコメントもオンオフができるんだけどなんかニコニコ動画はあんなにもコメントを見ることがスッと入ってきたのに、うん、ニコニコ星画のコメントシステムめちゃくちゃ嫌すぎるっていう何か全然いいと思わないって感じがあってそれも。 なななんんでだろううって思うやっぱ漫画の上にそういう動画のようにコメントが流れてくるとすげえ邪魔としか思えないって感じがあって難しいですなんか太田出版の「ポコポコとか昔あった,あったね」なんか画面上にコメントが書けるみたいなのでもなんか書いてる方からすると面白いのは多分あると思うんですよ、うん、なんか漫画ってどう読まれてるのか分かんないじゃないですかだから不箋感想みたいな状態になるそうそう不箋感想みたいな感じですね、うん この子までみんながどう思ったのかって分からないけどなんかそ,そこでこう思ったんだなみたいなリアクションが返ってくるのは面白いかなっていうとこ思います、うん、なんか思いもよらないところで笑わせたりだとかっていうのが分かったりとかっていうのがあってなんか漫画ってなんかみんなで一緒に読めないっていうようなあの体験としてのなんか制約があるなっていうのを思ってて、うん、なんかアニメとかライブとかってみんなで同じものを見て同時に楽しめるけど漫画ってまあなんか一人で 一人で楽しむというか、自分のペースで読むもんだから。うん、なんかみんなとはあんまり体験を共有するのが難しいメディアだなって。まあ、だからこそいいっていうのもあると同時に、なんか盛り上がりにかけるみたいなところもあるみたいな。そうだね。うん。あるから、まあそういうところに対してなんかその、そういうアプローチで何かできないのかなっていうのをちょっと思ったりはしますけどね。ね。いまだにだから、うん、ジャンププラスとかでもさ、そのコメント欄が別に下にあってってことじゃないですか。うん。 そんなな感じかなニコニコ動画は、うん、全然見てないですね最近はマジでニコニコ動画、うんうん、僕から、ね、ひじきさんの配信はああそうかああそうだね、うん、匿名でねコメントができる場所としてねそのそその文字をが、うん、うニコニコだけでさあの投稿してる人ってそんなにいないかなって,思ってあでも俺はねあれを見てるかなその マジック・ザ・ギャザリングの,その配信みたいな配信っていうかその動画投稿してるいや違う動画投稿してる人がいてでその動画投稿してるのはそのなんかリアルタイムでこの瞬間になんでこうやったのかっていうのに対してそのコメントがつくからリアルタイム性がすごい大事になったりするんだよねコメントのうんそのあここでなんとかするのってなんとかってことだねとか こここでこれ持っっててるのって何のの何意味あんのみたいなコメントとかがリアルタイムでそこにつくと確かになーって思ったりして見れたりするからるやっぱそういうのはあるうんなるほどだからサッカーとかさ、まあ、スポーツの中継とかだったらもしかしたらそういうこともあるかもねなんかここそうだねこ,このなんかドリブルうまいねとかさそういうコメントとかあったりするでもなんか普通にその漫画とかだとさ1本のさ作品として完結してるからさ、うん、その完成してるというかだからそのなんか最後に一言コメントすりゃええやんみたいな気持ちになる。 うだからなんかあんまりそのリアルタイム性に何か重きが置かれないなという気がするけどまあでもリアルタイム性がでなんかコンテンツなのってやっぱりみんなが注目してるものでしかないから、うん、まあね,ね同時にみんな集まらないことにはできないけど、うん、まあニコニコ動画だとなんかその時間をずらしていろんな人が,たのが集積して一つの、うん、そうそうそう違う時間タイムラインみたいなになるっていうね。うん まあだからでもなんかギャグ漫画とかにはそのやっぱゴミ入れられるニコニコ星画とかはさ結構ありなのかもしれないね。うん、ね例えばそのチート付与術師とかさ結構みんななんかそのあと作成病棟じゃねえか陰国団地かとかはなんかやっぱりそのツッコミどころにみんなコメントがめちゃめちゃ集中するとかそういうのがあったりするけど逆にそういうのじゃなければなんか終わったら。 一言言えばみたいなな気持ちになっちにっゃ何か,、うん、か俺はさもしかしたら感想言うことにさ、うん、気合いを入れすぎてるのかもしれないけどさこんな感想言えて中野くんすごいって言ってもらいたすぎるのかもしれないけどさ、うん、匿名でそんなところでコメントするのもったいなくないって思っちゃう。どうせなら Twitter でつぶやいた方がさ明確にファボをしてもらえたりとかさ何、うん、だったら万ズしたりしてさ、うん、めっちゃ、うん、めっちゃ嬉しかったりするわけじゃん。うん、まあリスクももちろんあるけどみたいな。 そうだ、ね、確かになんかその匿名の場所でボケることの喜びってことが俺分かってないかもなんかうんでもなんかそこ気軽にできるっていう書き捨てみたいなところもあるかなっていう気がしますね<ー>それを見返すとかじゃなくて、ね、なんか瞬間にここでこう思ったっていうだけを書いてもいいみたいな、うん、なるほどなちゃんとした感想書かないと思うと結構構えちゃってもうちょっと困る練習とか素振りとか気楽な場所としてねうんうん、うん やるからまあ、この時こう思ったっていう気持ちをなんかその瞬間に吐き出すみたいなものっていうのがなるほどなやりやすいコメントをしやすくなるようなシステムっていうのはあるかもしれないで昔そのなんか ニコニコ関係のやっとこのブログ関けブロマガかなブロマガっていうサービスでブログを返したんですけど、うん、その時はもう本当しんどかったですね、なんか。え、ニコニコ動画由来のコメントが来るってことですか、ブログに。そう、あのー、ですね、<laughs> あのー、ちょっとブログのアクセスがちょっと高まってくると、うん、その、ニコニコ動画の上のところにリンクが出るんですよ、なんか全然関係ないところに。だから全く文脈分かんない人が急に参入してきて、んなんかその、ひどいコメントを書いていくみたいなのがあって。 なんかだから全然僕が,書こ僕が普段何書いてるとか全く知らないけどそこでなんかしかもそのニコニコ動画系の運営の人が煽ったタイトルに変えるんですよ、僕のタイトルを。できてそれでタイトルだけ見た人が怒ってコメントしていって僕がそのブラウザ開くとコメントが200件ついてますとか出てきて,全記録にてそれってなんかブロックできないんですか、そのニコニコからのやいやそのサービスを使うなってことでしょ通知が出てきてしまうから、ね。 そう,そうだから、まあ、なんで急に煽ってんだよ、みたいなね。<laughs> <laughs> タイトル変えるなと。まあでもタイトル変えることの意味っていうのはね、なんか人を引きつけるタイトルってあんだなっていうのは、ね。いや、それはだから人を怒らせたい週刊誌的なセンスのタイトル付けってことですよ、だって。僕はわざと抑制的ななんかタイトルをつけてるんですけど、うん、それをなんかやっぱり、ね、そういうふうにすると、いろんな人が集まってきて、そして僕が損した気持ちになるっていう,う <laughs> ことが分かった。うん あれだね、ラノベの投稿作の時点ではこういうタイトルだったけど商業化にあたってこういうタイトルになりました<ー>系のねやつですね。そう、な間からニコニコの,なんかその直接そんなにどハマりはしたわけじゃないですけど、いろんななんかフレーバーとかっていうのは自分のなんか、うん、あの経験とか、そういう、ね、こととかには変わってきてるかなって感じで、うんうん、でかい場所でしたよね、やっぱ今もでかいんだろうけど。うん ううん、あ、うん、そうだから僕はあんまりボカロとかの曲をそんなに熱心に聞いてなかったからよでも今今やっぱり結構ボカロは1つのメインストリームの1つっっうで, 1> そうですよね。感じがあるのでそこから出てきたものっていうのがあるっていうのはなんかやっぱりなんか重要な1つの文化的なものだったんだなって感じがします。あと数年ずれたらやっぱりニコニコ動画に夢中のお宅キッズになっていた可能性全然あるもんなって自分は思うもんね。うん、なんか。うん <laughs> でもその志を手に入れる前の俺だったら別に全然そこにはまってたと思うしなんか偶然だと思いますタイミングとかじゃあそんなところで今回はね終わりにしますけれどあ終わりですかそうですええチャンネル登録高評価よろしくお願いします告知とかないよね大丈夫だよね えねえー、10月1日からねあれがあるそう販売があるがあ配信が販売があるうんそんなところえっとあとはそんなところかな、うんうん、でもそろそろグッズのいやないかないわいやグッズをね荒牧スタが頑張って作っているというところを皆さんに、うん、応援のね 応援の気持ちを荒ラさんに送ってあげてくださいアラバさん頑張ってるんでん。そろそろひとえなしのエチカの新エピソードが乗り始めるはずにいいいね。つから乗るのかちゃんと確認してないからそろ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 ですみんなハギで終わりじゃあそんなところでまた来週とはーいおつかればーい